8時になりました。明日10月13日木曜日に向けた株式情報をお伝えいたします。まずは概況。引け後に発表された有望 IR、 その他の IR、 昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、そして最後に明日のデイトレ候補10銘柄についてお話しいたします。まずは概況です。ダウ、日経とも小幅の動きにとどまりました。ダウは36ドルの上げ、プラス 0.12% です。日経は4円の下げ、マイナス 0.02% です。1ドルは146.15円、146円を突破いたしました。また日銀が為替介入するかどうかが注目されるところです。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが768銘柄、値下がりが988銘柄、変わらずが80銘柄でしたので、上げと下げがほぼ拮抗した状況です。ダウと日経の小幅な動きは、FOMC 議事録公表と CPI を目前に、様子見となったことが原因です。こちらがその経済スケジュールです。本日深夜3時になりますが、FOMC の議事録公表、そして明日21時30分にはいよいよ CPI の発表があります。この CPI の前、やはりかなり株価は動くと思いますので、まあ、一旦ポジション解消を含め、検討が必要なところかと思われます。次に引け後に発表された有望 IR です。まずはキャンバス CBP501 臨床第二試験三剤併用投与群で2例の走行がんの縮小を確認したという発表がなされました。こちらがホームページに発表された速報です。本日当社が膵臓がん3次治療を対象として米国で実施している CBP501 臨床第2層試験ステージ1の3剤併用投与群 CBP501 プラスシスブラチンプラスニボルマフにおいて当該投与群で2例目となる部分走行、治療前に比べて標的病変の直径の合計が 30% 以上縮小した状態が一定期間継続することが確認されましたのでお知らせいたします。こういった内容です。非常に大きな、インパクト大きな IR かと思います。9月の20日ですね、良好な結果が得られてステージ2を実施せずにステージ3に移行するという可能性が濃厚だということで、直近急騰した経緯があります。本日の株価は622円、出来高は97万株、この97万株の倍強ですけれども230万株の信用概算がある状態です。1年の株価の動きは3月9日に162円ですので非常に低い位置です。ここら辺の位置です。そして7月19日に1054円ですのでここが、最高値です。こう急騰してこう落ちてきて、先ほど言った9月20日の IR、これによってストップ高でまた急騰してまた下げてきた、まあ、こういったチャートになっております。まあ、今回先ほども申し上げましたが非常にがんが縮小したということで非常にインパクトの大きな IR であるという点はありますけれども、ここでずっとできてしまったしこり、それから1日のやはり出来高の2倍以上の信用概算があるということ、この点は注意が必要かと思われます。次、アースインフィニティです。1株を3株に分割するという発表がなされました。こちらがその内容です。1株を3株に株式分割すると発表した。1株から3株の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の15円から5円に修正したが、実質配当は変わらない。こういった内容です。本日の株価は4100円、出来高は23万株、この23万株よりも若干少ないくらいですけれども、信用概算が20万株ある状態です。本日アースインフィニティはストップ安になっております。よりが4850円でも
って前日と大して変わらなかったんですけれども、そこからずっと落ちていって4100円に張り付いた状態での引けとなりました。1円の株価の動きは5月17日に849円ですので、ここら辺の位置です。そして10月4日に6370円、ここが最高値です。ご覧になって分かる通り 7,8 倍の株価上昇になっているわけです。9月9日のこの9月9日ここなんですけれども、ここで、急騰が9月9日というのはここで IR が発表された後、しばらく大した動きはしなかったんですけれども、3週間くらい経って、急にストップ高を連発で演じるようになって、一気に株価の方が、急騰した形になっております。その後このように、下げてきてしまいましたので、やはりこの、しこりとそれから信用改ざんありますけれども、今までがちょっと理解不能な動きをしてきまし、して、してますので、今回仕掛けてきた本尊自体も、ここでも株式分割はそう、予測していなかったと思われますから、今後の動きというのが、予測できないところです。次に未来のベートです。今期経常を 1.5倍増益に情報修正、こういった発表がなされました。こちらはその内容です。23年3月期の連結経常利益を従来予測の9400万円から5億8100万円に 6.2 倍増情報修正し、一転 して、5.5 倍の増益見通しとなった。同時に4月から9月期の連結経常損益も従来予測の1200万円の赤字から5億7700万円の黒字に情報修正し、一点黒字に浮上し 6.9% 増益を見込み、15期ぶりに上期の最高益を更新する見通しとなった。この理由ですけれども、再生可能エネルギー事業における太陽光発電の売電収入が計画を上回って推移し、また投資事業において保有有価証券の売却益及び評価益を計上したものの、売却物件の引き渡しが3月、第3四半期以降に木ずれとなったことにより、不動産事業において、前回予測を下回る見込みであり、売上高全体でも前回予測を下回る見込みとなりましたというような説明となっております。本日の株価は224円、出来高は100万株、この100万株の約2倍ですけれども、230万株の信用改ざんがある状態です。1年の株価の動きは3月9日に149円ですので、ここら辺の位置です。そして最高値は10月7日の220円、本日の高値が220円を超えて229円ですので、本日が、年初来の最高値となり、この位置になります。こちらの方ご覧になって分かる通り、224円という超低価格のため、急騰しやすいという、面がある一方、急落しやすいという面もありますので、この点は注意が必要かと思われます。また出来高の約2倍、230万株の信用改ざんがあるという点、この点も注意が必要かと思われます。入る場合はいつでも逃げられる体制が必要と思われます。次にヘリオスです。 ENK 細胞の肺がん患者由来がんオルガノイドに対する抗腫瘍効果を確認という発表がなされました。こちらがその内容です。当社は iPSC 再生医療品や分野において固形がんを対象に、遺伝子編集技術により特定機能を強化した多価 iPS 細胞由来 NK 細胞を用いた次世代がん免疫細胞治療の研究開発を推進しております。この度 ENK 細胞が肺がん患者由来のがんオルガノイドに対して抗腫瘍効果を有することが確認できましたので、お知らせいたします。
こういった内容です。本日の株価は288円、出来高は19万4000株、この19万4000株の20倍になりますけれども、360万株の、信用概算がある状態です。1年の株価の動きは10月3日に260円、ここが最安値です。一方、最高値は1月12日に1302円ですので、かなり高い位置です。この枠よりももっと上ですね。そこら辺からこうずっと落ちてきて、デッドクロスになって25日線に頭を押さえられる形で、下げトレンドになってきている状態です。今回ですね、信用概算が非常にやはり多いという点、あとそれから下げトレンドであるという点、そして貸借銘柄ですので、やはり空売りに狙われやすいのではないかと思われる点は要注意かと思います。次、トレジャーファクトリーです。今期経常 38% 上方修正、最高益予測を上乗せ、配当も5円増額、こういった内容です。23年2月期の連結業績予測について、売上高を260億3800万円から265億1400万円へ、営業利益を14億円から19億4300万円、純利益を8億8600万円から12億2000万円へ上方修正し、合わせて10円を予定していた期末配当予測を15円へ引き上げた。上期において新品の、物価高や供給不足も追い風となって、リユースへの需要が引き続き強く推移し、既存店売上が高い伸びとなったことが要因としている。なお年間配当は27円を予定している。そしてですね、合わせて上限を12万株とした、自社株買いを実施するという発表がなされております。ただしこれはトストネット3の経由になります。本日の株価は1665円、出来高は32万株、この32万株より若干多いくらいの42万株が信用概算としてある状態です。1年の株価の動きは1月21日に758円ですので、ここら辺の位置です。そして9月12日に1950円、9月12日、ここですね、ここが最高値、こうずっと、25日線をサポートラインとして上がってきたところですけれども、ここでデッドクロスにちょうどなったところです。このように下げてきておりますので、ここでできてしまったしこり、それからもう一つは信用概算がやや多いという点、それから先ほど申し上げましたけれども、デッドクロスとなったということ、この3点について空売りがやはり狙いやすいポイントですので、この点は要注意かと思われます。次にホームポジションです。今期経常は 19% 増で6期ぶりの最高益、3円増配という発表がなされました。22年8月期の経常利益は前の期比 7.9% 増の 7.1 億円になり、23年8月期も前期比 19.4% の 8.4 億円に伸びを見込み、6期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収増益になる。同時に今期の年間配当は前期比3円増の28円に増配する方針とした。こういった内容です。ホームポジションにつきましては、6月13日の新規上場スケジュールの際、こういった資料で、ご説明しているものです。ここでですね、売上高の方がやはり、落ち込みがあって、経常利益の方が、一時赤字になっている。まあ、こういった点で成長性不透明だというふうな、お話をしたんですけれども、今回の決算はそこら辺を、払拭するような決算内容になっているかと思います。ですね、本日の株価は555円、出来高は7万4000株。この7万4000株の約5倍ですが、38万株の信用概算がある状態です。1年の株価の動きは6月27日に442円ですので、ここら辺の位置です。
そして最高値は8月26日の665円ですので、ここが最高値です。こう上がっていって天井で跳ね返されて、一時期こういったヘッド&ショルダーみたいな形になったんですけれども、そこから巻き返してこう上がってきた、まあこういった状態でのチャートです。ただですね、まだ6月23日に上場したばかりの新しい銘柄ですので、まだチャートでうんぬん言うのはちょっと難しいところがあるかと思いますが、信用概算がやはり1日は出来高が5倍あるという点、あとここで下げてしまいましたので、特に本日大きく下げましたので、ここでのしこり、この2つは注意が必要かと思われます。次に、コシダカホールディングスです。今期計上は 39% 増益、2円増配という発表がなされました。売上高は前期比 40.4% 増の533億6100万円。営業利益は 3.4 倍の74億3000万円。経常利益は 38.9% 増の74億300万円。純利益は 21.9% 増の44億4200万円を見込む。コロナ禍から経済活動が正常化に向かう中、カラオケ事業では積極的に新規出店を続け、増収増益を計画する。中間配当は1円増配の5円、期末配当も1円増配の5円を計画する。合わせて発表した22年8月期の連結決算は、売上高が前の期比 82.7% 増の379億9500万円、営業損益は22億500万円の黒字、営業経常損益は53億3100万円の黒字、最終損益は36億4300万円の黒字、こういった内容です。本日の株価は958円。出来高は77万株。この77万株の、半分強ですけれども、46万株の信用概算がある状態です。ここで見ていただきたいのは、空売りが非常に多くて、貸借倍率が 0.8 倍になっているというのが一つのポイントです。1年の株価の動きは1月14日に568円ですので、ここら辺の位置です。そして10月11日に985円。ここですね。ここが最高値になっております。ずーっとこういうふうに上がってきて、ゴールデンクロスを迎えて、25日線を支持線として、見た、上げトレンドの状態です。先ほども申し上げましたけれども、空売りの、買い戻しも期待できるのではないかと思われる反面、ここまで空売りも踏み上げられてしまうと、やはりここで一気に勝負をかけてくる。まあ、こういったリスクもあるかと思われます。で、その他の IR です。上7つが今ご説明した内容です。地域新聞社は、継続企業の前提に関する重要事象等の記載が解消されました。ABC マートは 25.7% 増、パルグループホールディングスは 2.8 倍の増益、日本毛織物は 24% の増益と、6月から8月期も 9% の増益、そして TSI ホールディングスは 38% の上方修正、久光製薬は 30% の増益、ミクロン製機は 29.2% 増、技研製作所は 5% の増益、そしてティムコは黒字浮上で通期計画を超過したという発表、サイゼリアは営業利益が前期比 17.8 倍になったということ、参考合成は 13倍の増益、リベレステは21倍の増益、東方は 5% の増益、セゾン情報システムは 83% の上方修正、そして吉野家ホールディングスは 8% の増益、山際は 21% の増益、ピクサーは 41% 減益。こういった発表がなされております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。第1位はディアライフでした。11% を上方修正、最高益予測を上乗せ、配当も8円増額という発表したことによって、
って前日比 13.4% の株価上昇となりました。本日よりで買って引けで売ると 3.7% の利益です。第2位はプロパスと 27% の増益を発表して 2.8% の株価上昇、本日よりで買って引けで売ると 1.4% の利益となっておりました。ミクロン製機が第3位、2.9 倍の増益発表で、配当も1円増額ということによって前日比 2.3% の株価上昇、本日より引けでは 0.2% の利益となっておりました。4位以下ご覧の通りです。そして22位までがご覧の結果となりました。次は本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高4銘柄出ております。サクセスホルダース、オリエンタルチェーン工業、 C&G システムズ、プラットフォーム。このうちサクセスホルダースはコンサルティング事業の拡大を発表したことが交換されたものです。サクセスホルダーの方は出来高が314万株、引けの時には800万株を超える成り行き買いが残った形となっております。オリエンタルチェーン工業は出来高が15万9000株、成り行き買いは残っていない形です。次 C&G システムは700万株が出来高、そして成り行き買いは62万株が残りました。そしてプラットフォームは17万株の出来高、成り行き買いもは134万株が残った形で引けております。本日ストップ安、アースインフィニティが出ております。先ほども申し上げましたが、アースインフィニティの方は1株3株の株式分割を本日引き後に発表しております。次に本日の値上がり率値下がり率ランキングです。第1位はサクセスホルダーが、値上がり率第1位でした。前日比 43.5% かなり大きいです。第2位は C&G システムズ 27.4% の株価上昇、そして第3位はプラットフォーム 20.8% の株価上昇となりました。値下がり率ランキングの方は第1位がステムリムで18.7% の株価下落、第2位はアースインフィニティで 14.6% の株価下落、第3位は三つ星で 14.5% の株価下落という結果になりました。次に新規上場スケジュールです。本日ソシオネクストが上場いたしましたので、その結果とあと続く資料もう一度お見せするだけ、お見せしておきます。本日、上場したソシオネクストですが、初値は3835円、公開株価を 5.1% 上回って始まりました。その後も買われて4200円で引けております。19日、SBI リーシングサービスが上場いたします。資料の方こちらとなっております。ビジネスコーチが10月20日、そして26日はリンカーズ、現在、抽選申し込み期間中です。そして FCE ホールディングス、こちらも抽選申し込み期間中です。そしてプラスゼロも抽選申し込み期間中です。次に決算スケジュールです。明日は3月13日ですので、19日までについてお話しいたします。なお本日大変申し訳ありませんけれども、株価と出来高の数値データの更新が間に合わず、できておりません。スケジュールのみの、お話になります。明日13日ですけれども、場中の発表の銘柄として4銘柄、インターファクトリー、名工、Nリンクス、そして松竹が場中発表です。その後、主な銘柄としては、リップ、サンサン、竹内製作所、良品計画、ファーストリテイリング、優先ネクストホールディングス、TKP、そして金曜日になると、場中発表がスーパーバリューとエリア、プリントネット、アクサス、ヤマトインターナショナルが場中発表です。その他に主だったところとしては、出前館、シフト、
ペイカレント、アイドマホールディングス、アイドム、そしてオキサイド、テイツ、クリエイトレスランホールディングス、ウエストホールディングスが、金曜日に予定されております。月曜日はマネーフォワードが決算予定となっております。明日のデータル候補10銘柄ですが、明日場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、トランスジェニック、リアライフ、エニーカラー、日本エマージェンシーアシスタンス、オリエンタル遅延工業、C&G システムス、プラットフォーム、マニー、松本、長堀、このあたりが明日のデイトレに向いてくるのではないかと思われます。明日に向けた株式情報をお話しさせていただきました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。